こんにちは。お久しぶりです。今日は手短ですけれども、恒例の年末年始の動画をあげたいと思います。早速ですけれども、年末年始、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年は、なかなかお出かけがしにくいっていう状況下だったかと思います。で、いろいろと、制限とかがあったりとか、日本であるはずなのに、ちょっと日本じゃないような、そんな感覚さえ覚える日々とか、あったりしつつ、いつもながらの一年を過ごしたんじゃないかなとは思います。最近の、最近というか、ここ1年動画もちょっと上げておらず、近況というかまとめの報告になってしまうんですけれども、そうですね、ここ1年で皆さんが特にこれを頑張ったとか、いろいろ何か制作活動とか文化的な活動とか、どのようにお過ごしされたでしょうか。私としては動画でもいくつかこれまでご紹介したんですけれども、イラストとか描いてみたりとか、ちょっと音楽を聞いたりで、たまにはちょっと演奏的なことの練習をしてみたりとかもしてみました。する方も好きですけれども、得意ではないです。なりわいとしてないので全然あれなんですけども、それに合わせて最近は曲をダウンロードしたりとか、あと、DVD を買ってみたりとかして、ちょっと内面的にちょっと文化的なことをしてみたりとかもしてみました。もちろん趣味の範囲のこともありますけれども、ちょっとプログラミングの勉強とかもしてみたりとかもしつつ、ですね、プログラミングに関しては、できたりできなかったりとかですけれども、そうですね、ここ1年で、そうですね、変わったって言ったら、意外と皆さん料理作りとかこだわれる方は多かったんじゃないでしょうか。私もその一人で、思いは結構家で菓子とかも作ったりした機会がこれまでの年と比べると、なんか作ってた回数が多かったかなっていうふうに思います。もっぱらもちょっと家専用で
作ったお菓子ばっかりだったんですけども、まあ、そういうお菓子作りを通して、まあ、その世界のお菓子とかの事情とかも、まあ、あの動画とかで見たり、あ、こういうお菓子もあるんだなとか、あとはまあその撮影の方とか そのコメントとかでと通じて、あ、こういうお菓子もありますよみたいな感じでちょっと知ることもできたり、まあちょっとお菓子を通じてスインクグローバリーみたいな感じで過ごした2020年だったかのように思います。まあ家で過ごすことが多かったせいか、最近、今年はこれといったお出かけとかはしてないですね。まあこうして動画撮影してるんですけども、カメラの意外とカメラの写真の画像が少ないです。それぐらい出かけてないです。まあ去年とか、東京とか行ったり、動画で開けたようなちょっと千葉県のビーチに行ったりとかはしてたんですけれども、今年は特にどこどこへ行ったってことはないですね。もっぱらも近畿圏出てないと思います。早く落ち着いたらいいですね。結構うちうちで過ごすことが多かったので、インターネットとかでも活用することは多く、ただインターネット活用する機会が多い分、やめた SNS っていうのもありました。やっぱりこれまでの利用の仕方っていうのをちょっと考えたくて、ちょっとやめたこともありました。やめたは SNS があれば、始めたこともまたちょっと増えたりとかっていうのもちょっともぐら叩きのような気もしますけれども、例えばスマートフォンで面白そうなゲームとかをちょっとダウンロードしたり、ゲームといえばあれですね、ポケモンのゲームとかでしょうかね。ただ結構故障っていうかちょっと不具合とかが結構最近頻発してたりとかしてたので、自然にちょっと離れていってしまったんですけどね。ゲームをして楽しむってことも多かったですけども、やはり友人の誘いのおかげもあってか、ゲームを作るっていうことも楽しいなって思う1年でもありました。来年はそうですね、まだ考えてますね。申し訳ないです。でも創作制作活動とかは来年はもうちょっと増やしていければいいなっていうふうには思います。作ることが多かった1年っていうのもありましたけれども、それに伴って情報収集することも多かったなって思います。
私はそうですね、まあ、こういうちょっとお出かけがなかなかしにくいという状況だったんですけども、まあでも、まあ、数年前のようなその、まあ、大雪とか超大型台風とかっていうのは見舞えることはなかったので、まあまあ、お出かけが全くできないっていうわけではなかったので、本当に安心安全のために、まあ、日々頑張っていらっしゃる方のおかげかなとは思っております。この場をお借りしてというか、まあ、見ていらっしゃる方は本当に少ないと思いますけれども、ありがとうございます。お出かけ、まあまあ、こうした、まあ、いろんな、まあ、理由つけてちょっと、まあ、お出かけないっていうのが、まあ、あるのかもしれないですけれども、まあ、でも今年2020年ですよね。それに伴って、まあ、開業予定されてた、まあ、商業施設さんとかも多かったんじゃないでしょうか。梅田とか、まあ、例えば梅田だとその江戸橋カメラさんに直結してその梅田リンクスさんっていうのができたりとか、あとはそうですね、まあ、今年開業予定されてるその、まあ、大丸の、まあ、大丸さんの心斎橋がリニューアルオープンとかっていう速報とか、そうですね、あとはその箕面の方で、まあ、商業施設とともに同時にその新しいその鉄道路線もできるだろうっていう話とかもあったりで、まあ、まだまあまだまだ先なんですけども、まあ、2025年、まあ、大阪万博も控えてたり、まあ、まあその前にまあ、オリンピックっていうのも控えてありつつなので、来年こそは本当に皆さんにとっても忙しい一年になるんじゃないかなと思います。まあいろいろなことに向けて、まあ、楽しみながら過ごしていきたいですね。まあ、そんなこんなで、まあ、手短でしたけれども動画を終えさせていただきたいと思います。ありがとうございます。皆様良いお年を。ハッピーニューイヤー。